今回は市販の UV レジン液が固まる仕組みをざっくりと解説したいと思います UV レジンは紫外線硬化樹脂とも呼ばれ最初は液状のものが紫外線を浴びることによって硬化する樹脂になります UV レジンを語る上で欠かせないのが紫外線に関する基礎知識ですまずは紫外線についてざっくりと学んでいきましょう紫外線は電磁波の一種になります 電磁波には波波波長長長ががが短いものと波長が長いももののと、あります。電磁波は、その波長の長さによってさまざまな種類があります日常生活において最も馴染みのある電磁波といえば波長が380から400ナノメートルと760から780ナノメートルの間に存在する可視光線でしょう可視光線は人間の肉眼で捉えることができる電磁波になります可視光線の範囲は 人によって多少の違いがあります。虹が七色に見えるのも可視光線によるものです。波長が787メートルから1ミリメートルの電磁波は赤外線と呼ばれます。赤外線は人間の目には見えません。可視光線の赤の外にあるので赤外線と呼ばれます。身近な赤外線といえば最近だと接触しなくとも体温が測れる温度計などが代表でしょうか。あるいは 携帯電話でアドレス交換をする赤外線通信を思い出した方もいらっしゃるかもしれません。波長が17メートルから38。7メートルほどの電磁波を紫外線と呼びます。紫外線は人間の目では見えません。可視光線の紫の外にあるので紫外線と呼ばれます。紫外線は英語でウルトラバイオレットと言います。このウルトラバイオレットの頭文字を取って、一般に紫外線のことを uv と呼んでいます。 さて、紫外線を照射するライトにはピーク波長と呼ばれる光の強さが最大になる波長が存在します。市販の UV ライトを見てみるとそのピーク波長が365ナノメートル375ナノメートル385ナノメートル395ナノメートル405ナノメートルなどいくつか種類があるようです。例として挙げると画面の UV ライトは ピーク波長が36。5ナノメートルの製品になります。この uv ライトのピーク波長は385ナノメートル。こちらの uv ライトはピーク波長405ナノメートルの製品になります。これらを踏まえた上で、uv レジン液が固まる仕組みを見てみましょう。ざっくりと解説すると、uv レジン液の中には光重合開始剤と呼ばれる成分が入っています。 この重合開始剤は先生のようなもので普段はレジン液の中で眠っていますそしてベースとなる樹脂成分もレジン液に含まれていますこの樹脂成分は生徒のようなもので普段はバラバラに存在しておりこのバラバラの状態が液体の状態となっていますまず先生である光重合開始剤が特定波長の紫外線を浴びます多い全員。 手をつないで並びなさいはーい。バラバラだった樹脂成分である生徒が手をつなぎ合って固まることで液状のものが固体となりますこれが UV 効果ですざっくりと解説しましたがこれが UV レジン液が固まるメカニズムになりますさて市販の UV レジン液ですが ざっくりと分けると2種類の先生がいます。36。5ナノメートルの光を浴びないと、きちんと目を覚まさない。先生と405ナノメートルの光を浴びないと目を覚まさない先生です。36。5ナノメートルの先生に38。5ナノメートルの光を浴びせてもうー、ん、ンまだ眠いな。むにゃむにゃ先生起きてるのかな？手を繋いで並んでも。 いいのかなこれではきちんと UV レジン液は固まりません3 6 5トルの先生に4 0 5ナノメートルの光を浴びせてもうんまだ眠いなむにゃむにゃ先生起きてるのかな手をつないで並んでもいいのかな <S <S これではきちんと UV レジン液は固まりません 405ナノメートルの先生に365ナノメートルの光を浴びせてもこれではきちんと UV レジン液は固まりません405ナノメートルの先生に385ナノメートルの光を浴びせてもこれではきちんと UV レジン液は固まりません405ナノメートルの先生に405ナノメートルの光を浴びせると い、全員手をつないで並びなさいはーいこれだときちんと固まりますねさて通販サイトの UV ライトのレビューを見てみると「ちゃんとレジンが硬化しました」「全然レジンが硬化しません」と 同じ製品なのに評価がまるで違うケースがあります。この UV ライトは405ナノメートルの光を照射するのできちんと硬化した人は405ナノメートルで硬化するレジンの持ち主なのでしょう。硬化しなかった人は365ナノメートルで硬化するレジンを使っている人かと思われます。同じように365ナノメートルの製品ではこのように。 ピーク波長385ナノメートルの UV ライトではどちらの UV レジン液も効果不良となってしまいます UV ライトと UV レジン液どちらも波長の合う同士を使っていきましょう以上 UV レジン液が固まる仕組みでしたご視聴ありがとうございました